というわけでね、今日は5年ね、5月13日土曜日のね、今14時57分を回ったところで、まもなくお昼の、3時のやつのお時間でございますね。昨日から夜勤の連勤がスタートしてね、8連勤、夜勤8連勤、眠たいわー。で、初日ね、夜勤明けでね、近所のいつものジャグラー行ってきてるんだけどね、今日1000円でペカッと。1000円でペカッと。もうずーっとそのまま。ビッグ18、レギュラー11ね。合算95分の1ぐらい。ずーっと。まあ、なんか70分の1とかずーっと。ずーっとメダル放題。マックス2500枚入れたね。あれまだ出るね。設定6だから。うん。でも夜勤なんでね。最後、430枚ハマっちゃったんでね。もう捨てて帰ってきたけど。ということでね。今日は相当支援。回収が41,500円ということでね。プラス45,000円。ジャブラ簡単やな。5時間で4万円。時給8000円。夜勤一晩やっても1万円しかなれへんのに、時給8000円。4日分を5時間で稼いだぞ。やってられへんな。ということでね、今月5月はね、7勝6敗。7勝6敗でいいのね。プラス。プラテンしましたよ。ついにプラスね。1万7000円でね。ジャグラーだけ打っとけばね、なんとかなるね。いくら北斗で負けてもね、ジャグラーさえ打っとけばね。ジャグラー簡単なんで。まあ、負けることないし。もうジャグラーを打ちに行けば行くほどお金が増える。ジャグラーで飯食えんちゃうかなと思うけどね。まあ、君たちと違ってね、夜勤してるんで。君たちはプーだから、ね、ずっと、いくらでもスロット打てるかもしれないけど、ね。夜勤してるから、働いてるから、社会人だからね。ということでね。夜勤なんでね、まあ、さよならでした。いやー、ジャグラー簡単だわ。